ええー、個人的なサンライズの楽しみ方。僕は今日は大体何時間ぐらいだ？でも数えてねえけど、2時間半ぐらいかな？ 2 時間半ぐらい。仮眠と普通の睡眠をしましたということで。僕はもうこの後寝るつもりはありません。だから、そう考えるとね、やっぱサンライズって最初のうちに寝ちゃってさ、でなんかさ、4時ぐらいに起きて景色を楽しむっていうやり方が俺一番いいんじゃないかなって思うんですけどね。ただ、正直飽きてきたな、静岡の景色は。俺静岡の景色ってなんかね、緑だからね、なんかあんまりね、一番面白みがない気がすんだよな、見てて。緑しかねえじゃん。緑が出てきて、なんかマイクラフトみたいに街が出てきてさ、緑が出てきてて。ねえ、その繰り返しだからなんか、静岡県ってなんか乗っててつまんないですけどね。皆さんどう思いますか？まあ、サンライズの個人的な楽しみ方はまあ、3、4時間ちょっと睡眠時間少なめで寝て、あとはまあ、だらだら見て、で、その後なんか、現地着いたらそこのホテルかなんかに、ホテルかネカフェかなんかに泊まったらいいんじゃないですか。東京だったらありますよ、たくさん。ねえ、池袋とか秋葉原とか、行けばネカフェあるし、しかもホテルもあるしね、3000円ぐらいで、安いからね、あの辺ね、池袋とか。で、なんだっけ、もう一個さ、なんだ？どこだっけ？俺どこって言おうとしたっけ？覚えてないけど、高松か。高松はね、高松も河原町っていう、ちょっと、二駅離れたところにね、ネカフェがあるんで、それで泊まってください。そうすればね、だいぶ楽でしょう。着くの、でもいつだ？ 8 時？待って、8時だったら着くんじゃないの？とりあえず。いやー、結局なんか、上着みたいなのあるけど、結局着てねえなー。まあいいや、とりあえず、皆さん。ごきげんよう。いや、でも個人的にサンライズはねー、サンライズはまあまあまあいいと思うけど、何回も乗ったら飽きるかな、正直。なんか、普通に車でなんか夜中さ、ブーンってさ、四国まで行った方がなんか楽しそうだなって思っちゃったんだよな。普通にそれか新幹線乗った方がやっぱ非日常感はあっちの方がある気がするんだよな。いいんだけどね。サンライズはいいんだよ、すごく。これからも多分僕乗ると思うけどね。でもやっぱ新幹線とかの方が俺面白いなって思っちゃうのはね、やっぱそういう旅情の旅の字もわかんないような人間だからですかね。やっぱこの旅情感というかね、この鉄道の旅の感覚というかそういうのをね、感じる感受性が僕みじんもないんですよね。まあ、それはそうっすよね。高松まで行ってね、写真とか風景とか撮りにね、行くわけでもなく、俺普通に現地民と喧嘩してただけですからね。まあいいや、そんぐらいでいいかな。もう次いいよ。なんかもうだいぶ、川崎とか熱海とかあの辺でいいよ。